166カ国を対象としたユーダイモニアなウェルビーイング調査。ユーダイモニアとはギリシャ語に由来する言葉であり、一般的には幸福や福祉と訳されるが、より本質的に人間の繁栄、繁華、祝福を受けた人々といったわけも提案されている。これは語源的には EU ダイモンという言葉に由来する。これらはアレートと共にアリストテレスの倫理学呼び、 政治哲学の中心的概念であり、アレテイについては一般的に特、卓越性、実用的、倫理的知恵と訳されている。アリストテレスの著書では、ユーダイモニアは最上の人間の善を指す言葉として使われており、実用的哲学の目的はいかにしてユーダイモニアを実現するか、それはどのようにすれば達成することができるかであった。 人格の美徳と幸福との関連についての議論は古代倫理の中心的な関心事の一つであり様々な異なる意見が存在する。そのため多くの雄大モニアが存在する。最も影響力のある二つのグループはアリストテレスとストア派のものであった。アリストテレスは徳とその実践を雄大モニアの最も重要な構成要素であるとみなしたがしかしまた健康、富。 美しさなどの外面的なものの重要性も認めていた。心理学における現代の雄大モニアは自己実現達成における初期の研究としてエリク・エイチ・エリクソン、ゴードン・ウォール・ポート、アブラハム・マズローなどによって行われた。中心理論はディナーの主観的、幸福三部モデル、リフの心理的、幸福六因子モデル、キーズの繁栄に関する研究、 セリグマンのポジティブ心理学、オーセンティック幸福、ペルマなどが挙げられる。関連する概念は幸福、ウェルビーイング、クオリティオブライフである。ありがとうございます。